ドナルド・ディ・チェンバリンはアメリカ合衆国の計算機科学者である。レイモンド・エフ・ボイスと共にオリジナルの SQL の言語仕様の主要設計者としてよく知られている。彼はまたズクイーリーの開発にも多大な貢献をした。ドナルド・ディ・チェンバリンはカリフォルニア州サンノゼで生まれた。キャンベル高校を卒業後、ハーベー・マット大学で工学を専攻し、1966年に 学士号を取得した。その後、アメリカ国立科学財団の奨学金を受けて、スタンフォード大学に進学した。スタンフォード大学では、電気工学を専攻し、計算機科学を副専攻とした。電気工学で、1967年に修士号、1971年に博士号を取得した。在学中に、ニューヨーク州ヨークタウンハイツにある IBM の、 トーマス・ J ・ワトソン研究所で、課金インターンシップを行っており、大学卒業後は IBM に入社、ワトソン研究所に配属された。チェンバリンは、世界で最も広く使われている、データベース言語である SQL の共同発明者として最もよく知られている。SQL は、1970年代半ばに、チェンバリンとレイモンド・ボイスによって開発され、世界初の商業的に成功した。 リレーショナルデータベース用言語となった。チェンバリンは IBM のシステム R プロジェクトのマネージャーの一人でもある。システム R は世界初の SQL の実装であり、IBM のリレーショナルデータベース技術の多くがシステム R プロジェクトにより開発された。システム R はカリフォルニア大学バークレー校のアングラプロジェクトと共に1988年に役目、 ソフトウェアシステム賞を受賞した。1973年に IBM アルマデンバレー研究所に移り、2009年に退職するまで彼はここを拠点としていた。2003年には IBM フェローに任命された。2000年にはジョナサン・ロビー、ダニエラ・フローレスクと共同でキルトという XML クエリ言語の提案を寄贈した。この草案から多くのアイデアが チェンバリンを編集者として W3C によって開発されたズクイーリーの言語仕様に反映された。チェンバリンはアクメフェロー、IEE フェロー、全米技術アカデミー会員でもある。2005年にはチューリッヒ大学から名誉博士号を授与された。2009年には構造格入り言語とデータベースアーキテクチャに関する基礎的な研究に対して、 コンピュータ歴史博物館フェローに選出された。2015年、カウチベスサーバーを開発した、カウチベス社のテクニカルアドバイザーに就任した。彼は、IBM の DB にアドブに関する本を2冊出しており、50以上の技術論文を執筆している。2003年に出版された、ズクイーリー・フロム・ザ・エキスパーツに寄稿し、表紙写真も提供した。 1997年に出版されたビヨンドカルキュレーションザネクスト50ヤーズオブコンピューティングにシェアリングアワープラネットと題する賞を寄稿した。1998年から2014年までの17年連続で悪名国際大学プログラミングコンテストに問題を寄稿し審査員を務めた。著書に SQL for SQL Users A チュートリアルがある。 ありがとうございます。